北国新聞ニュースをお伝えします。能登半島地震の体験や被災地の現状を伝えようと、能登鉄道の語り部列車が運行を始めました。この語り部列車は、能登鉄道が旅行会社や団体客からの申し込みを受けて走らせます。初めての語り部列車は昨日、愛知県安城市の電気工事業者の団体15人を乗せて、穴水と和倉温泉間で運行されました。語り部を務めたのは、震災当日観光列車に乗務していたアテンダントの宮下さふみさん67歳で、停車中の能登中島駅で揺れに襲われ、津波を避けるため高台まで客を誘導したことなどを振り返りました。列車の旅は35分間ほどでしたが、乗客たちは屋根にブルーシートがかかった家やひび割れたままの道路などを眺めながら語りに耳を傾け、乗客の一人は、想像以上に復興が進んでいないことが分かった、自分たちもできる範囲で協力していきたいと話していました。旅の終わりには、宮下さんなど3人のアテンダントが、復興には時間がかかるが、能登を忘れないでほしい、ほんならね、また来てくだいね、待っとんね、と呼びかけました。発生から90年経つ大水害の記憶を後世に伝えようと、手取川水防フェスタが昨日能美市で開かれました。水防フェスタは能美市の根上総合文化会館で開かれ、記念ステージでは俳優兼歌手吉野優雅さんと音楽家の香上淳さんの2人が歌声と演奏のほかトークショーを行いました。2人はともに地元出身で、吉野さんの祖父浅井外二さんは1934年に起きた手取川大水害の際に救助や復旧を進め、手取川の守護王と呼ばれました。吉野さんは、治水に努めた人やほとりに住む人に感謝して歌うと語りながら、マイウェイなどを披露しました。ステージでは、吉野さんの妻で声優兼ナレーターの柳沢道夫さんが参加するユニットはんなりラジオによる朗読劇も上演されました。手取川水防フェスタの会場には、大水害の記憶を伝える展示コーナーのほか、県立大学の滝本博教授のゼミが協力し、マイクロ水力発電を体験できるコーナーも設けられました。石川秋の芸術祭の一つとして、児童や生徒を対象にした子ども楽器演奏体験が開かれています。この楽器演奏体験は、石川秋の芸術祭の子ども文化体験事業として今月8日から始まり、来年2月にかけて県内各地で5回開かれます。第2回の体験会は昨日、金沢市文化ホールで開かれ、バイオリンを楽しむコーナーでは、小中学生がオーケストラ・アンサンブル金沢の OB や石川フィルハーモニー交響楽団の団員から、持ち方から弾き方までを教わりました。一方、伝統芸能の盛んな金沢ならではの箏の体験もあり、金沢邦楽アンサンブルのメンバーの指導で子どもたちが繊細な調べを奏で、参加した児童の一人は、綺麗な音が出たときは嬉しかったと笑顔を見せました。子ども楽器演奏体験への参加は無料です。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛に送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、
預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込みお問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。